こんにちは。元気ですか？元気です。こんにちは。お？こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、いや聞いてほしいんですよ。今日ね、学校でね、仕事終わったです。お疲れ様で。今日学校でね、ちゃんと見てなかったかびっくりした。そうですね、いきなりやっちゃった。今日ね、学校でね、今日学校の放課後にあのリコーダーのテストが来週のなんだっけ、来週の水曜日にあるんですよ。おー、ちょっと待って、水曜日にあるんです。それでだから私リコーダーの練習しようと思って、先生にね、持って帰っていいですかって聞きに行こうとしたの。 そしたらね、まあ、先生が1年生の担当の先生だったから、そうリコーダーで言ったら、そう1年生同士がなんか喧嘩しちゃってたみたいで、それで先生がお話聞いてたの。だからまあ次は待ってたんだけど、そう待っててお話終わってアルトリコーダーって言ったらね、なんかちょっと先生にあのリコーダーの練習したくて持って帰ってもいいですかって言ったら、ちょっとなんか先生ピリピリしちゃってたみたいで、なんか先生が、いやちょっと今は無理ですねって言ってきて、なんかゆわゆわさ、え、違う、本当に全然、そんなね、先生がね、いや、そんな、待って、泣くと思ってなかったんだけど、あのね、違うの、先生は悪くなかったんだけど、だってさ、大変じゃん。だって、あ、違う、全然本当にそういうことじゃなくて、全然そういう感じじゃないの、今日本当にそういう感じにしようと思ってなかった。ちょっと待って、充電がないの、今、ちょっと待って。いや、なんかね、ふたん、あ、待って、コマ見てんだけど、ウケる。ねえ、充電届かない。あ、ごめんなさい、ちょっと待って、いやだからね、思ったのが、いや、いい先生なのね、結構、まあ仲もいい感じで、結構仲いいんです、その先生とは。別に、ね、関わりがあったわけじゃないけど、なんかね、まあだからモヤモヤしてる。それでね、いや、音楽は好きなんだけど、あ、ごめんね、違う、本当にこういうことじゃなくて、いや普通に、やただ討論しようと思っただけ、全然違うんだけど。でね、それでね、でそこで
そう、あの言い返すこともできたじゃない。あ、なんかそんなになんかもうちょっとなんか優しく言ってもいいんじゃないですかみたいな。でもね、言わなかったのちゃんと。やっと思うんだけどさ、なんか中学生にとってさ、先生の存在って結構でかいじゃないですか。ちょっと全国の大人へ、じゃあ今日のことだけじゃなくて、いや違う、なんかちょっと最近の家は結構ね、あー待って、違う、なんだっけ俺違う、いやそう思ったのだから、そう、うん、あそう、自分のリコーダーなんだけど、あのなんかなくしちゃう人多いから学校に置いてってるの、あのなんか音楽室になんか保管してるみたいな感じで、それでねやってたんだけど、まあ別にまあそれを、まあ、持ち帰ることは良かったんだろうけど、なんか先生がなんかね、なんかまあタイミング悪かったんだよねって話だよね。いやだから思ったの、だからさ、そのね、だってなんか通知表とかあるわけじゃない、そう、中学校で、そう、あでもね先生も大変だよね、だってこんなにね、このいっぱい子供たちをこうまとめ上げて、まあそりゃ大変ですよ、そりゃね。あ、違う、それをダメって言ってることじゃなくて、あの、まあ、言い方がちょっとねっていう感じで、なんか今はダメですよって言って、なんか2、30分後ならいいですけどって言ってて、ポイって感じ。いやだから、そうだからね、思ったの、なんか、いや違う、全然違う、いやがどうとか先生がどうとかそういうことじゃなくて、なんか思ったのが、その先生、その先生にさ、もしもゆあがさこう言い返してさ、そしたらまあ別になんていうの、喧嘩じゃなくてもさ、先生はちょっと嫌な気持ちになるじゃない。だとしたらさ、ちょっとさ、ああなんか例えばさ、ゆあと先生がめっちゃ仲良かったらさ、もう授業も楽しく受けれるしさ、だけどここで今喧嘩してさ、喧嘩ってことじゃないけど、喧嘩してさ、ちょっとなんか、あ複雑ふふって感じになったらさ、この後の授業もさ、なんかちょっと大変なわけじゃん。いやだから本当になんかさ、大学行きたい、あ 2,30 分後なら多分先生が手空いてるってことだったと思う。あ全然ね、そこに関してじゃなくて、そのまあお取り込み中だったってこと、まあお取り込み中が一旦終わって、なんか委員会の集まりみたいな。いやだから、いやそう思ったの、そうで、マジでさって言って、そう、あの担任の先生とかさ、何教科担任の先生って1年間変わんないわけじゃん。1年ってでかいよね、中学生の1年だよ、3分の1。うん、だよね、先生何本持ってないよね、そうだよね。なんかうん、え
だからね、なんかネギは結構学校好き、まあ、好きじゃないの、なんか好きなんだけど、なんか学校好きなんだけど学校の仕組みが好きじゃなくて、あ、先生になったことあるの、すごい。え、そう、学校好きなの、なんか すごくなんかね、委員長と か, なんか生徒会とかそういうのやってた感じのね、結構学校賛成派なんだけど、なんかさ、学校ってさ、いっぱいの人数いるからさ、なんかちょっとなんでこのルールあるんって感じのもさ、なきゃいけないじゃん。なんかだって例えばさ、服自由とか言ったらさ、まあ、別に服自由でそんな悪い理由って そこまでないと思うんだけど、まああるんだけど、まあ例えばさ、なんかさ、じゃあ今日から私服で OK ですって言ったらさ、結局何があった、あ、いや、なんかちょっとなんか音楽の先生の言い方がちょっときつくてもやっとしちゃったよっていう話だけ、ごめんね。で、なんだっけ、そう、そしたらまとまんなくなっちゃうじゃん、学校って。だからある程度ルールって必要じゃないですか。ちょっとさ、多少え、これいんのみたいなルールもさ、ね、難しいよね。だからいや、本当にいると思うんだよ、ルールは。本当に必要だし、必要なんだけど、だってね、だからその、うん、で、私は最近早く大学生になってみたいなって思う。で、大学生も絶対大変なんだけど、大学生になりたくて、大学生になりたくて、行きたい大学があって、で、そこに行くためにはここの高校に行きたくて、ここの高校に行くためには今勉強して、通知表全部がっぽり取ってやって、全部5点全部オルゴ取ってやって、そしたらその学校行けるじゃん。では原点に戻って、なぜ学校に行くの、そう、あれ、トリコーダー持って帰るな、ちょっとなんか予定あって、まあ別に水曜日だから全然大丈夫なんだけど、そう、がっぽりですよ、がっぽり持ってってやる、マジで。通知表ね、俺だってさ、高校とかさ7対3で見られるわけじゃん、通知表と実力って、ね、入試の点数が7で、なんだっけ内申が3割でしょ、で、その3割をさ、もう満点にしちゃえばさ、がっぽりなわけじゃないですか。いや、だからちょっと私、ちょっとね、内申ねって感じ。今帰宅して、お疲れ様です、こんにちは。高校1年生の時の数学のテスト年間100点、待って、すごすぎ、取ったけど成績100点じゃなかったえ、すごっ、100点、すごいだからね、言うね、振り返り、なんかなんだろう、教科なんかさ、単元が例えば数学だったら何、なんか1時間数とか終わった後になんか振り返りシートを書くやつあるじゃないですか。わかるか、わかる、なんかこの授業で特に頑張ったことみたいなことで振り返り書くやつあるじゃないですか。私ね、振り返り、あ、そう、配信してたの今。私振り返り書くの本当に嫌いっていうか、もうなんかそう、マジで授業の態度本当に大事。だってさ、授業でさ、その50分間をさ、ちょっとさ、うわ
ちょっと眠とか思ってるけどさ、見た目だけさもうしっかりもうめっちゃ授業受けてます、はい、ふん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 って受けてるのとさ、めっちゃ聞いてるけど、へえって感じでさ、ちょっと待って、受けてるのだったらさ、あなたがもし先生だったらさ絶対さ、なるほど、うんうんうん、そういうことね、本能寺の変ね、オッケーってなったらさ、そりゃ嬉しいじゃん、先生が、あこの子分かってるんだって、あねえ、そう前髪切ったの嬉しい、ありがとうございます、そう切ったのさっき、結構切った、そうだからさ思うの、その50分間でさそんながっぽりいけるんだったらさ、そりゃがっつり授業受けますよねって感じで、だってさコスパ良くない、コスパは良くないけど、あのだってさ、でそう振り返りもそうなんだけど、私振り返り本当に嫌いで、なんかもう授業は楽しいのに振り返りなんか書くのかってなっちゃうんだけど、でもさ振り返りをさ書くだけでさがっぽりなわけじゃん、がっぽりな、すごい悪いことしてる人みたいなんだけど、全然いいことだよ、いいことなんだけど、中学50分、高橋が一番可愛い、またね、ありがとうございます、そうだから今日も振り返り帰ってきた、今日なんか最近振り返り多いんですよ本当に、だから今日2個2個ね2個2がっぽりしてきましたよ、数学のがっぽりと国語のがっぽりしてきました、あ振り返りとか繰り返してやることがクルカップにつながる、おおやっぱさすがそうなんだ、すごい、そう言われるとなんかちょっと振り返り頑張ろうと思う、だってさ振り返りが例えば 5行あったとするじゃないですか、それをさ3行書くかさ5行書くかさ、はたまたここちょっとだけ飛び出してやるとかさ、そうしたらさなんかちょっと先生がもさなんかあすごい高島さん腹まーってなっちゃうわけじゃん、そうがっぽりいただくの、だってさそうだよ、だってさもし仮にさテストでさ0点取っちゃってもさあそうですよね、ごめんなさい、なんかすごくなんかねちょっと違う、そう違う、あの先生に対してすごく申し訳ない、今ここに見てらっしゃる先生がいたら本当に申し訳ないんですけど、でもなんかそうやって考えたらすごく振り返り書きやすいなって思って、いや書くことはちゃんと書くんですよ、あなんか先生この授業でこう言ってたの面白かったなとか思ったりさ、なんかすごくこういう覚え方って教えてくれたのがマジでもうめっちゃ好きでしたとかさ、あの書きたいことはいっぱい書くんだけどね、そう簡潔に、そうなんかさ思うんだけどさ、要約の授業をした後になんだっけ要点を振り返要点をまとめなさい、要点をなるべく簡潔にまとめなさいみたいな、ね、国語の授業とかこの第一段落をまとめるとするとみたいなのの振り返りがめっちゃ長くて、なんか振り返り結構多いんですよ私の学校だから、振りなんかなんていうの、なんかまとめつつないかにこのスペースを埋めるかみたいな、なんかさそんなことない、先生利用されるためにそれでいいの、いいのかな、わかんないけど、でも先生は本当に先生だってすごい、もう絶対大変だもん、だってさゆうたちが学校に行くより前に学校行ってさ、なんかずっとお仕事されてるしさ、部活もなんか今地域移行とかしてるみたいだけど家やってくださってるわけでしょ、平日もゆうたちの部活の引率してるわけでしょ、プリントもさゆうたちがこうなんかプリント忘れましただのなんかプリント1枚足りないだやすだのさ、いろいろ言うのをさ聞いてくれるわけでしょ、もう本当に先生って大変だよね、本当に先生ってすごいと思う、すごいよ先生本当に、なんかごめんなさいね、こんなさ思春期のさあのなんか絶対扱いにくいさこんなっていうかさ
だってさ絶対反抗期の子とか多いじゃん。なんか俺別になんかいいし全然みたいなさいるじゃないですか。 いました、あの同じクラスとかさ、なんかすごくなんか俺別になんか俺いいしふんみたいな感じの子。そう反抗期多いわけじゃないですか、絶対扱いにくいじゃん。だってさ小学1年生の時のようなって多分なんかもうさ先生の話だってよくわかんないわけじゃん。だってひらがなも書けないんだよ小1の時なんて。だってさひらがなとかさ 1+1 もわかんない子たちをさしっかりまとめてさ、だってもう30人ぐらいでしょ、30人ぐらいをさこう先生がまとめてさ、あじゃあ次体育館行くよとかさ、先生すごすぎないみたいな。だって小6になったら小6でさなんかちょっと自分っていうこう自分が出てきてさ、ちょっとなんか自分出してこうぜっていう感じがさ出てくるじゃないですか。なんか小4とか一番難しいんじゃない、話ちょっと子供なくせにちょっと大人っぽい自分が出てきてふーって感じで結構難しい時代だなって思うんですけど。だって中1は中1でさやっとなんか小学校から卒業してなんか新しい環境行くぜ、俺なんかちょっと大人になっちゃったウェイって感じでさ結構さ、あーねーすごいの松井ジュリナさんすごいよ。いや違う、あくまで私の話ね、全然本当にもう中1でもう中1でさもう完璧にできてる子も絶対いると思うんだけど、一番指導が難しいの高学年女子絶対そうですよね。そうだよ、だって絶対さ嫌だよね。だってさだってうちちょっと前髪気にするしみたいな、いやわかんない、違うなんていうの、だってさそんなさ、だって自分を振り返ってみてよ。だって今考えたら自分って大人だけどさ、何4年前とかの自分振り返ってみたら、その当時は自分のこと大人だって思ってたけど今考えてみると子供だなみたいなさ。だから高学年担任にベテラン回すんやで、そういうことか。初めまして、小学何年生ですか。小学9年生です。小6女子は正直めっちゃ言葉やる。いやそうですよね、お疲れ様です。本当にだってさ些細な言葉でぶっ刺さっちゃうんだよ。だってね、私ちょっとこの前ちょっとなんかどうなんへって思ったんだけど、あの体育の先生が保健の授業してた のそれで薬物じゃなくてなんだっけ、医療薬品をあの使う時は注意が必要ですよみたいな授業してたんですよ。小学9年生楽しいですね、結構最後の年なんで。それでね、ネットでも買える薬があるよって言って、でもネットの甘い情報に流されないでねって言って、ちらっとそうなんか薬みたいな、薬いや本当に医療の風邪薬とかで、なんかそっから話が変わって、なんか優の方チラッと、いや思い過ごしかもしれないから、思い過ごしだったらなんか先生ごめんって感じなんですけど、優の方チラッと見てから、まあやっぱねこの薬を飲めば痩せるとか、いやまだそういうのに気をつけてくださいねって言われて、今優は見たって思って、えみたいな、いや信じないってっていうのをなんかすごくネットの痩せますよ薬に騙される人だって思われてた先生に。わかんないよ、ユアが勝手に、そう、あそう第一類医療医薬品とか そんな感じのやつやってたんです。いや私の勘違いかもしれない、あの勘違いでこうレッスン受け取ったのかもしれないんですけど、本当にさ私騙されないからそういうの。あ、配信は気づいた。こんにちは。なんか一瞬、そう騙されないよっていう。なんか一瞬、え、嘘言うわみたいな。えっていう。言うわ、騙される人だと思われてるの先生、えっていう感じ。って思ってました。
さかの公衆衛生学とか。え、何すごい、わかんない、アイドルってだけでちょっと偏見あるのか。え、わかんないわかんない、いやそんなことないと思いますよ。え、知ってんのかな。いや、あ、まあ、さすがに知ってるか。4期だけの劇場公演のセンター誰がセンター。え、まあやってないです。今ってか過去も4期だけのね、4期公演したいけど誰だろうね、センター磯崎かな。変な話、道徳感も今と先生の頃では全然違うから。ああ、いや、よくあるのが英語の発音でなんかさ、発音、いやなんか、いやどっちが正解とかわかんないですよ、私日本人だから。日本この医薬品の用法用量とかの大学での専門家が公衆衛生学っていうの。詳しい、すごっ、なんかかっこよくなるか、名前が公衆衛生学。へえ、すごい。何の話してたんだっけ。あ、そうそうそう、 why、 なぜの why ってあるじゃないですか。皆さんそれ why 派ですか、それとも why 派ですか。あ、100回もありがとうございます。いや、なんかこれなんか時代によって違うのか、その教えてくれる先生によって違うのかわかんないんですけど、これどうなんだろうと思って、ホワイハン、な、ワイ、なんで、なんでのワイ、WHY のワイ、ワイですか、ホワイハいない、ホワイハ結構先生多いんですけど、いないのかな、あ、みんなワイ。今の私の先生がホワイ派で、あ、ホワイですか、あ、やっぱそうだ、やっぱな、2つの流派に分かれてるんですよ、ワイ派とホワイ派で。ホワイ、おー、すごい、ホワイ、あ、いろんなやつがあるんだ、すごい。ヨガ劇場公演のセンターみたいな、見たいね。そんなね、実力に合わないこと言ってしまって申し訳ない。できたらいいですね、できたらいいね。七夕様、わい、なぜそんなに可愛い、ありがとうございます、嬉しい。アメリカ英語だとホワイ、イギリス映画だとワイと発音。へえ、ワイジャパニーズピーポー、ああ、ゆうたの選択、嬉しいこと言ってくださるじゃないですか。その言葉だけで元気が出る、実際じゃなくてもね、嬉しい。ああ、そういうことか、そうなんだ。いや、なんかね、毎年先生大体変わるんですよ。で、1年生と2年生の先生の時がホワイ派だったから、今先生がホワイ派なんですけど、どっちで行こうかなとか思って、どっちで行こうかなっていうか、むずいんですよね。今のね、私の数学の先生めっちゃ教え方わかりやすくて、いや思うんですよ本当にね。いや、まあでもな、ゆうたんがセンターになった際は遠いけど劇場へ駆けつけるよ。よし、頑張るぞ、頑張るぞ。今さ、私これで時計見てるんだけど、6時10分だから今朝みたいな感覚なんですよね今。
グッドアフタヌーンユータン、ハロー。実際のところ発音は人によって微妙に違うものって考えてる先生も、あ、そうなんだ。いや難しいよねって感じ。私は英語は全部 Google 先生に全部任せた。いやそれが一番安全ですよね。ねえ12時間にも配信、確かに面白そうですね。いやだから私はこの後また勉強してがっぽりがっぽり稼いでいきますか、ポイントをね、学校のポイント。いやいやがどこにいても僕にとこじってるけど、ごめん違う、そういうことじゃない。先輩嬉しい、嬉しすぎ。だってさ、ゆあのこと見てくれてるわけでしょ、こうやって。はっ、ありがとうございます。嬉しい。英語得意なの？好き。ハロー。稼ぐの、そう、ポイント稼ぐの。学校はね、稼ぎに行ってるところだから。いや楽しむよ、もちろん3年生だし最後だしね。あの合唱祭の曲まだ決まんなかった。昨日アンケートを取ったんですけど、なん結局何になったか分かんない。海外でとか外国人の先生に直接教わったって言われたら言い返せないから。おお、だとしたらどうだろう。確かにね、一応ね。 You are very cute when your hair is bangs。 え、わかんない。え、バングス上げてるってこと？こういうこと結んでるってこと？バングス結んでる。 Do it yourself。 Iマイセルフ。明日の国立は NHK でな、配信されるの。やっぱ結んでるってこと？学校では全力で結んでるんだけどね。え、な、わかんない。ゆうちゃん英語ペラペラ得意でしょうね。どうなんだろう。でもさ、英語ペラペラになれたら楽しいよね。だって海外旅行の時とかもさ、全部話せるんだよ。なんだろう、なんていうの、なんか Hi, how can I get to the bus station? とか言ってさ。明日の髪型って決まってる？決まってます。文系、理系文系どっちに住みたい？まあ文系かな。多分理系ではない気がする。好きだけど、好きですけど。英語のみ配信でもしてみるめっちゃ無言になるけど、もうなんかずっとハローみたいな。ハロー、 My name is Yua、 Nice to meet you、 Nice to meet you too、 Thank you、 And you? ヘアバングス、言うならボサボサヘアなんだけど、ちょっと待ってちょっと待ってこれ一応アイロンしたのに。あ、なんかあれね、着飾ってないゆうたんが好きってことだよね、よく捉えればね。ってことってことだよね。仕事終わって、お疲れ様です、みんなお疲れ様です。どうなんだろう、土日って大人の人って休みなのかな。土日もお仕事で、そう考えるとさ、学生ってさ、休みと例えばもう行く日が決まっててさ、いいよね。まあ、部活もあるけどさ。だってさ、大人の人とかだったらさ、急にさ
経験から言うと得意よりも好きで進んだ方が楽しい。おお、私社会と英語好き、あと国語も点数取れる。数学はあの角度を求めるとこ好き。あ、普段着の君が好きって言われてるんだ。ああ、 Thank you。 部活あると土日も休みじゃないでしょ確かにね。ね、だってね、もうちょっとでけん。角度は何度が好きなの？72度とか、わかんない。あの、なんかわかりますかね、あのなんかこう平行線がなんか2つこう引く、まあ、平行線だから2つかこうやって引かれてて、なんか角度がなんかピッピッピッってなってて、でここの X の角度を求めよっていうところが好き。あの単元マジで大好きで、あのなんか錯覚とかを使って、な、錯覚って知ってます？え、違う、バカにしてるんじゃなくて、錯覚ってね、あの今やると本当に楽しいと思うんですよ。あの錯覚私大好きで、こうやって例えばね、こういう Z、 こういうのがあったとしたら、このてってってのこことここは合同なんですよ。あ、もうここ大好きで、え、みんな得意なのかな。なんかもう、なんかその解けた時のひらめき感っていうか、あの来たーみたいな感じ、あのな、うわ、これ解けないわ、ちょっと待って、これ錯覚を使ってみたら来たーっていう、あの時がもう楽しすぎて。錯覚より可愛い子の触覚好きです。あ、触覚ね、私触覚、綺麗な人の触覚めっちゃ見ちゃう。もう本当にね、昨日そこちょっとだけ勉強したんですけど、なんか難しそうな書き方してたの。なんかあるじゃないですか、なんか問題集ちょっとなんかちょっと意地悪して難しそうなフォントで書くっていうか、なんかこの角度を求めようみたいな、ちょっとなんていうの、おしゃれな文字じゃないんだけど、丸文字までいかないけど、なんか普通の教科書に使われてる文字とかだったら結構読む気になるのに、なんかフォントがなんていうの、声で表すとなんか何々を求めようみたいな、なあみたいな書き方の文字なの、なのあれがね。だからちょっと難しそうなのかなとか思ったんだけど、解いてみたら意外とできて、明朝体、あ、なんかそんな感じ、なんかやった、なんだっけ、どれでやったんだっけ、習字、え、なんかそんな感じのやつ、なんだっけ、そう、一本線引いたら答えが出、そうそうそう、明朝体恥ずかしい恥ずかしいなんだけど、明朝体、もう一種類なかったでしたっけ、なんかなんだっけ、お綺麗になりましたね。ありがとうございます、嬉しい。明朝体、漢字ドリルフローラーテネクお願いします。ちょっといやだ、恥ずかしいんだけど、ちょっとなんか文系とか言って、あ、ゴシック体、え、ゴシック体なら読める、さすがにカタカナなんで。ゴシック体か、待って、ゴシ明朝体、明朝体だよね、よかったよかった。なんかでやったな、習字なのかな、習字じゃなかったな、美術か、あ、え、なんで、え、違うな、なんだっけな、習字の時間か美術の時間か家庭科、家庭科なわけない、え、何でやったんだっけ、なんかの時間にその明朝体かゴシック体を書き写し、なんかここに書いてみなみたいな、なんだっけ、え、何でやったんだっけ、あ、技術、あ、違うな、うん、何でやったんだっけ、何でやったんだっけな、あれが結構楽しかった記憶がある。
あ、飲み会行ってらっしゃい、楽しんできてください。何でやったんだっけ、なんかこう四角の紙があって、あ、美術か、美術なのかな、そう四角があって、またここにピッピッって線引いて、でここの四角にもピッピッって線引いて、こうやってもう書き写すっていう感じ。何でやったっけ、それが楽しかった記憶がある。書体は美術で教えてました。すごい、美術なのかな、やっぱり。あ、美術だったかもしれない。あ、待って、美術かもしれない。習字ね、私習字一応してたんですよ、小学校の時。3段まで行った、筆の方が、書く方が2段だったかな、どっちだっけな。でもノートの字そんな綺麗じゃない の、 あのノートパーって取るから、書き写す、書き写す。ここで習った書体使ってポスター書いてない。え、ポスター、はあ、ポスターじゃないけど、あ、美術だ、そうだ、美術やった。その書いた文字使って、なんか美術のなんか作品の中になんか自分の漢字入れるみたいな。ゆあ、なんで書いたっけ、愛って書いて、愛って書いたのかな、多分愛って書いて、そうに漢字入れるみたいな。あ、美術だ、そうだった。もしさ、年始に書き初めで分かりますな。うわ、まずいぞまずいぞ、綺麗に書かねば。書き初め、綺麗に書かなきゃ、こんなね言っちゃったならね、もう今から逆に練習しようかな。わかんない、書けるかな、今どんなもんだろう。上手に書けるかな、上手に書けたらめっちゃ書きたいんだけど。なんかね、教科書にね、頭の上に水の桶を持って歩く人っていう写真が載ってたんですけど、すごくない？もうちょっと達筆すぎて読めないことがある。いや、昔の人のやつとかね、あれどうやって読むんですかね、本当にすごいよ。なんかもうこれは軽いんだけど、あれね、本当にあれどうやって持ってるんだってさ、首でこう全部支えてるわけじゃないですか、こうやって。待って待って、ありがとうございます。なんだ、え、すごい、なんかプレゼントボックスみたいな。ありがとうございます。いちご、ありがとうございます。びっくりした。今ここにプレゼントがポーンって。いっぱい食べます。ありがとうございます。ビッグナイス。私今何位なんだろう。この期間なんだっけ、キャンペーン？キャンペーンに乗っちゃ、波に乗ったアイス食べちゃおうかな。価格うだメーカンビルム I can't read、 うん、ディフィコートです。あれ、髪切ったね。え、わかります、切ったんです、切った。
ったの。切った。あおちゃん毎日夜にアイス食べてる。あ、そうなんだ。え、何食べてるんだろう。お揃い界隈しようかな。待って、でも今日金曜日だから私の家はパーティーだ。パーティーって言ってなんかすごい大層なものに聞こえるんだけど、あ、でも大層なものか。結構ね、楽しいの。思い出のマーニーみたい気分今。なんかね、私思い出のマーニーなんかさ、もうなんかいろいろ話したい。なんかね、いつもね、いつも家帰ってきてからもうママとかパパとかにもういっぱい喋るの。今日あったことも朝からもう全部喋るの。だからそれが今配信状態になってる今。バーリないですよ。待って、最高すぎるかも。何かな今日は。昨日はチョコミント、おお美味しそう。チョコミントか、意外とあんまり食べないかも。私バニラ系が多いかも。え、チョコミント食べようかなとか言って、マジで自分で買いに行くわけじゃないんだけど。高島家は毎週ブラックフライデーかな。そう、ブラックフライデーとサタデーとサンデーは毎日パーリナイなんですよ。パーティーが始まっちゃうんですよ。そうここだけ覚えた。パーティーちゃっちゃだってだってだってパーティー。チョコミント否定派でなくて何より。あー、なんかありますよね、なんだっけ、歯磨き粉だっけ。あ、なんかコメントの上に苦手派がいました。でもなんか最近食べてないからわかんないかも。でも多分好き。私なんかね、嫌いな食べ物ないの本当に。激辛と激苦と激まずはさすがに苦手だけど、チョコミントしか勝たん派で。おお、そうなんだ。食べてみようかな。私行きたいのがサーティワンの、あ、待って、ここの行っていいんだっけ、あれ31のアイスはバニラ派。私もバニラ派。31のアイス屋さんのなんかなんだっけ、10個まで持っていいよみたいなキャンペーンあったじゃないですか。なんか終わっちゃったのかな、わかんないけど。行ってもいいのかな。いいんだよね、いいんですよね。そう、31さんつけとこうか。31さん人みたいになってる。31さんそう、あったね。そうそのなんか、そう、10個まで盛れるよみたいなやつに行きたくて。なんかそう、普段アイスとかって食べる時って行ってもダブルまでじゃないですか。行ってもね、トリプルってなかなかしないイメージするのかな。あ、フォローありがとうございます。31はベリーベリーストロベリー派だけど、食べたことない、んあるかな、そんなないかも。すごい、食べてみようか。そうだから、そういろんな味がなんか今試したいけど、今はなんか2個か1個しか、そうダブル、そうあんまりダブル以上しないから、なんかあんまり挑戦できないっていうか、ダブルだったらまあ1個は安定で、もう1個ちょっとだけ遊ぶかなぐらいじゃないですか。だけど10個だったらもう全部遊べちゃうじゃないですか。まあ安定のこれとこれを2つ入れて、これもちょっと気になってくるから入れちゃって、あ、これもずっと食べてみたかったけど、でもこの安定の2人がいたからちょっと食べれなかったからちょっと食べちゃってって言って、なんかいろいろクッキー&クリーム、あ、待って、私そっち系大好き。ホッピングシャワーね、私もホッピングシャワー結構安定派だから、大体ホッピングシャワー選んじゃうから、ホッピングシャワー以外そんなあんまり食べたことないかも。あるのあるかも、あるけど、多分あるっちゃあるけど、なんか大体決まってる感じだから、だからなんか本当に素晴らしいキャンペーンだなって思って。だってそこでさ、運命の出会いがあったらまた安定の人たちが変わるかもしれないじゃないですか。その例えば今まではホッピングシャワー一択だったけど、ちょっと君のことも大好きなんだよ。でも
僕たちちょっと別れなきゃ、別れなきゃじゃないけど、まあちょっとまあ新しく、そう、あ、そう、新しくもしチャレンジした子がもうめっちゃ好きだったらさ、何大丈夫だったらさ、それがもう一番これから、そう、推し、そうですよ、サーティワンで推し編だよ、そうそうそう、あ、うまい、うますぎる、好き、そういう例え、そう、推し編しちゃって、まあ、新しい子を推し始めるかもしれないじゃないですか。いや、もともと推してた子も推すけど、そう、だからDDDD だとちょうどいいっていう感じ。 10個までいけるから、10人さんまで。だからずっと推してきたこのお二人さんと、ちょっとずっと気になってたけどあんまりおしゃべり会とか行けなかった方と、ちょっと最近なんだろう、何ショールームとか見始めてちょっと好きになっちゃった子と、まあ、4期生とかなんかすごく新しく入ってきた感じの子がいて、あ、この子なんかすごくなんか応援したいな、あ、この子も可愛いな、あ、この子歌うまいな、あ、この子ダンスうまいな、あ、この子なんかもう存在だけですけどな、むって感じでドッキーって言ってますけど、そうだから、そう、31で浮気です、本当に31で試食くれるのめっちゃ嬉しくない？え、嬉しい。だってさ、それでさね、あれめっちゃ分かりやすすぎて涙推し編ね。でもね、そんなに合図みたいにコロコロ変えれるもんじゃないですから、推しって絵文字かわいい、絵文字ってほんと作った人天才だよね、いろんな表情。31の話、サティオの話をしてる、そうそうそう、別にね、アイドルの話じゃなくて、そう、サティオの話、思いっきりサーティワンの戦略にハマってますよ。いや、素晴らしい戦略だと思う、本当に考えた人天才だって。さ、普通に考えたらさ、10個ってえってなるじゃないですか。だって上の人たちもさ、多分うわこいつ10個とか何言ってんの、えってなるわけじゃないですか、こいつ10個も食べんのみたいな。でもその人はさ、しっかりプレゼンテーションをこうしっかり準備して、私はこういう理由で10個のアイスをおすすめいたしますって言って、例えばアイドルを例で出すと、まあ、やっぱり推しからはあんまり離れられないじゃないですか。でも気になってしまう子がいると、そんな時に推しを2人外して新しい子をまた推し始めるなんて、そんな悲しいこと、悲しい別れはできないじゃないですか。だって推し大好きだもん。増やすことはできないのか。いや、でも普通に考えて、トリプルじゃなくてフォーってなんていうの、フォース、わかんないけど、トリプル以上いったらさすがにちょっと大丈夫なのかと思ってしまう。そこで私は10個入りを提案しますって言ってさ、10個入りができたわけじゃないですか。いや、本当に提案した人すごい。終わっちゃったかもしれないけど、キャンペーンまだいけてないけどね。本当にみんなでも拍手ですよ、あのその10個入りをプレゼンしてくれた方に。誰ですかね、田中さんかな、わかんないけど、推しも10人までかな。いや、まあ31で言ったら10人までなんじゃないですか、わかんないけど、わからないですけどね。31の許容範囲は10人だったんだと思います。 NGT は何かわからないんですけど、カイリさんがアイドルは DD に支えられてると言ってました。おお、でもね、確かに私も DD の人いっぱい知ってる、あの人とこの人とこの人とあの人もいたな、あ、この人もつってね。いや、だからね、日々新しいものを、僕は今5人です。おお、1,2,3,4,5、ほんとだ食べました？10人に増えそうです。おっと、待って、今何個、1
1234567891。お、あと1人、あと1人、推し返金者絶対命令って言ってた人も方もいらって、そうですよね、リカさん言われてみたい。あれ言われたら絶対推し返できませんよね。もう一生ついてきますってなりますよね。言われてみたい。私が感動したのが中井梨花さんがあのなんかの YouTube であのなんだっけ、身長はいくつですかって聞かれてすぐに156センチ1コロですっておっしゃってたのが本当に印象に残っててすごって思って、私がこのなんていうの、身長でこうなんだろう、最高とか3メートル15センチだったら最高ですとかいうそういうのが思いつかなかったから、さすがだって思って、本当にすごいなって密かに感動してたんですけど、どうですか？だってすごくない？私なんて言うの ?163 だから、イムサ？You're very similar to JKT48 member フリッチ。フリッチ？ I like フリッチ very much。 I え？ My 推し in JKT48 is フリッチ。 Miss フリッチ。コールドストーン、え待って、コールドストーンって何、ごめんなさい、なんかボギー、待ってごめん、コールドストーンって何、そう今日の朝配信も謝りたいのが、誰かがあの見た目は子供、中身は、え違う、見た目は子供、中身は大人ってコメントしてくださった方がいて、私ちょっとマジで本当に何も言えなくて、ただただね、いやそうだよねとか言っちゃって、こんでしょ、それは真実はいつも一つじゃないですか。なんか本当になんか申し訳ない気持ちになって、配信終わってからちょっと待って、あれってこんなんだよなって思って、そうごめんなさい、誰だったんだろう、その真実はいつも一つです、本当に反省中です、反省してました。コールドストーンって別のアイス屋さんが東京らへんにある、行きたい、美味しそう、とっさには出ない、いややっぱりなんかツッコミっていうのはやっぱり日々なんて言うんだろう、常に構えとかなければいけないものなのに、私はこんな不甲斐ない結果を残してしまって本当に申し訳ないというか、せっかくボケてくださった方がいるのに。仕事に戻ります、また明日、また明日、ありがとうございます、来てくださって、はい、しっかりあの楽しかった、ありがとうございます。じゃあちょうどそろそろ男女見しようかな、そうこれからあのボケを一つ残らず回収できるように頑張ります。不発なんだと思ってるけど大丈夫、すいません、いやこれからはね気にせずどんどんボケてください、私がしっかりあの拾えるように頑張りますので。冷たく冷やした大理石の上でアイスコネコネしてくれるアイス屋さん、すごっ、すごい、大丈夫、僕は結構スルーされるし、待ってこれから絶対拾う、絶対拾うって、本当にね悪気はないの、気づいてないだけなの、あのナチュラルすぎて、そのあのなんだっけ、ギャグが、フォローありがとうございます。
ナチュラルに頭に入っちゃうってことだから。 I think I have ストライドフロムインドネシア、ストライドフロムインドネシア、ストライドフロム、誰かストライドの意味知ってる方いらっしゃいます？ストライド、コメント披露はマリナ姉さんとサホがめっちゃ合う。そうなんだ、見まし、見よ。スプライトのいいですよね、おいしい。ストライド歩幅、あ、ストライド歩幅、歩幅踏み、え、待って、どういうことなんだろう、歩幅か、Have you かな、 Have you ever met、 エデル JKT in person、 JKT のメンバーに会ったことってこと、 Not yet but I want to meet JKT48 メンバー、 I want to go JKT48 theaterSomeday. I want to visit Indonesia someday. ストレイド、ストレイキッズってこと？インドネシアから迷い込んだ。あ、ここに？っていうことなのかな？フリッチ。私フリッチーさんのショールームをフォローしてる。本当にコメント流れのめっちゃ早いの。 You are very similar to フリッチーでケティ、 I'm happy to hear that. Thank you. She is very cute and beautiful. めっちゃ可愛いの。ストライド、大股で歩くだって。ああ、そういうことなの？そういう感じ？Did I stay? ストライ…あ、出てきましたよ、ストライ…え、違う、待って、ストライだよ、ストライ into this showroom、 母？やっぱ迷い込んだってことかな？ Are you…いるとかか、難しくなってきた。あ、フォローありがとうございます。高橋、わるわる詐欺発動中。待って、そうだよね、ごめんなさい、そうだ、マジ4分待って。多分。あ、迷い込んだのね。ああ。I'm from Indonesia. I think I'm lost. あ、迷い込んだのね。Are you okay? いつでも来てね。カモンカモン。I will 何 ?I will 配信ってなんて言うんだっけ ?Tomorrow 6 in the morning I will come back here.トゥモロー、あ、違う、待って、トゥモローか、トゥモローは I don't know だわ、トゥモローはちょっと待って、トゥモローは私何時にするか、待って、まだ決まってないわ。 I like it. You are so friendly. Thank you. ここに住んでください。あ、そこ、はい、じゃあ、はい、そうだよね、明日、待って、明日お寝坊できるかも。はい、じゃあ誕生日
させていただきます。いきます。13位、長尾平蔵影虎さん、ありがとうございます。12位、青さん、ありがとうございます。11位、てるてる坊主さん、ありがとうございます。I will follow you now, haha. Thank you. I'm happy. はい、いきます。10位、ハビビ。は、待って。ハビビ。ハビビファシリーさん。ありがとうございます。てりまかし。9位、シャトーさん、ありがとうございます。8位、おじゃさん、ありがとうございます。7位、たそかじさん、ありがとうございます。6位、よしさん、ありがとうございます。5位、なち0617さん、ありがとうございます。4位、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。3位、てけ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 じゃん、みみれいパパさん、ありがとうございます。一番おめでとうございます。あ、2位、デケ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 、じゃん、じっさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位はデケ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 、じゃん、ケロちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。多くのインドネシア人がユタのショールームを見ているよ。嬉しい。 Can you magic like フリッチー母？フリッチーさんマジックかけんな。ビビデバビデブー。いいのかなこれ。いや皆さんありがとうございました。あ、待って、私70分も配信、え、嘘、そんなしてた？本当だ。いつも早起きありがとう、ありがとうございます。いっぱい聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。夜も楽しいですね、こうやって配信するの。なんか今日あったこといっぱい喋れるから。 JKT48 のフリッチーさんに似てるんだってさ。でも本当に私フリッチーさんめっちゃ好きなんだけど、めっちゃ本当に可愛くない？めっちゃ可愛いよね。嬉しすぎる。いましたよねこういうキャラクター、嬉しすぎるみたいな。 When will you be in the showroom again? I ストリーミングだっけ、配信ってなんて言うんだっけ。I start showroom 6 in the morning but weekends I will8? Maybe 8? ね、ちょっと配信予約入れますね。何？アポイントメント何？アポイントメントストリーミング待って、ストリーミングアポイントメント I will チャットアポイントメントストリーミング待って難しい、ちょっとやめよう、わかんない。ストリーム合ってる？合ってる、よかったよかった。アポイントメントだっけ、予約みたいな。ストリームアポイントメント、ストリーミングオアブロードキャスト、待って、なんかそれ聞いたことあるんだけど、配信って意味なのかな。すごー、なんかかっこいいね配信の英語。
うわしにいっぱい甘えておいで、本人も甘えろって言ってるし、いいんですか、ちょっと待って最高すぎるかもっつって、私ルアさんといっぱい話したくて、ちょっと明日はいっぱいちょっとお願いします、お願いします、ブッキングオブブロードキャストって放送って意味、そういうこと、そうなんだ知らなかった、ブッキングオブストリーミング、あ、I will ブッキングオブストリーミング、 Maybe Maybe I will 8 in the morning はい、ありがとうございました、 See you は See you again 知ってますか See you again が See you again、私ごとに戻れば、お疲れ様です、頑張ってください、ブロードキャスト某配信サイトのような、ニコ生、親友はゲン、ありがとうございました、またね、良い良い週末をお過ごしください、またね、ありがとうございました。バイバイ。